10弦ギター10弦ギターは、スペインのギタリストのナルシソイエペス、同国のギター製作者、ホセラミレス3世の共同開発したギターを指す。一般的なギターに低音部の弦を4本追加した、もので、演奏のためというよりも、倍音を均等にすることを目的として設計された。長弦は七弦を六弦の、超三度下の C、八弦を B1、九弦を G1、 10弦を回1とする。これはイエペス式と呼ばれるもので、現在ではリュート式、ロマンティック式など様々な調弦方法が考案されている。6弦ギターでオクターブの12音を弾いたとき、響きが豊かな音と痩せた音とのばらつきがある。楽器の音は倍音と呼ばれる音程の異なる音が重なっているため、奥行きと響きのある音になる。ピアノは、 すべての音が均等に倍音を持つので非常に豊かな響きになるがそのままでは濁ってしまうためペダルによってその響きをコントロールしている。イエペスはピアノと違って響きが不均等なギターの音に不満を感じピアノのような豊かな音をギターでも実現することを考え4本の共鳴要弦を追加することを選択した。10弦ギターは 六弦ギターに比べると非常に豊かな響きの音になっていて常にベース音が鳴っているような錯覚がする不思議な響きを醸し出すのが特徴になっている。いわばピアノのペダルを踏みっぱなしの状態に似ている。そのため逆に響きすぎて音のクリアさが阻害されるため演奏者は効果的に消音をする必要に迫られる。いかに余分な音を消して クリアな演奏をするかが、10弦ギタリストが常に抱えている課題である。10弦ギターに持ち替えた後のイエペスの演奏がとかく、無機的との評があった理由も、この小音問題が背景にあるとされる。当初は、イエペス以外弾ける人はいないとまで言われた10、弦ギターであったが、その魅力に惹かれた人は少なくなく、現在では、世界中に、プロの演奏家や愛好者が増えている。 日本の重弦ギタリストとしては、世界的に活躍している、柿沼講師、ナルシソイエペスの最後の弟子で有名な柿沼苗由美、マリア・テレサ、そして小川和隆や斎藤明子、岩永義信などがよく知られている。海外には、米国の重弦ギタリストであるジャネット・マーローが、主催する国際重弦ギター協会という、プロアマを、問わず重弦ギターを愛好するギタリストが集う、グループがあり、 2005年から毎年夏にフェスティバルを開催している。10弦ギターには工場生産品はないが、個人のギター制作者が注文制で制作している。クラシックだけではなく、ジャズやロックの分野にも進出しており、エレアコ、エレクトリックギター、ジャズギター、サイレントギター各分野に10弦が存在している。10弦ギターに刺激されたせいか、その後11弦ギターや14弦ギター、 ハープギターなど弦の数を増やしたギターが多数登場している。一方、BC リッチの10弦ギターは12弦ギターから低音側の2弦を抜いたものである。ありがとうございます。